先月広島市内で開催されたアワード、県産の食材を使って国内外に広島の美味しさをアピールできる料理を作ることがテーマです。去年の2月にスタートしたこのプロジェクト、県が主催した食べんさい店グランプリです。昨年まあ5月に G7 広島サミットがあったと思うんですけれども、広島の食材で皆様方をおもてなしをしたいという思いでこのプロジェクトを進めています。広島のおいしいを作るプロジェクトに県内の82人の料理人が参加しました。このグランプリは料理のジャンルではなく品額別に4つの部門に分かれています。最終予選の二次審査に進んだのはそれぞれの部門で3人。大竹市の日本料理魚池、3代目となる池田さんは広島を代表する食材を使います。レモンとタイという、もうまさにっていうやつで、シンプルな料理なのでそれで特徴を出せるかなというところに突き詰めていったので。福山市のフレンチレストラン、ラズドワーズの藤井さん、オープン以来培った生産者との輪を料理で表現します。野菜は、基本的に生と、焼いたもの、茹でたもの、揚げたもの、酢につけたものとかって言って、それぞれ味が違うように一個ずつ違うように調理したものを30種類盛り込んで、ボリューム満点のステーキ丼で勝負するのは広島市の実り食堂の澤井さん。今結構ブランドで元就っていうブランドのもので、うちはその元就の中でもサムライビーフ元就っていうもう一ランク上のカテゴリーのものをちょっと使用させていただいてて、東京出身で現在廿日市市で店舗を構えるドグエンチランさん、メインの食材に広島サーモンを選びました。どこ見てほしいか、こういうところが見てほしい、牡蠣とレモン以外最終的にはまあそれはそれはそうですよねまあみんなね今回唯一スイーツで予選を突破したのは三原市のパティスリー小熊屋の横田さんです。スイーツがうちだけなのでちょっと緊張して、なんかね、ハプニングがあってもいいんじゃないかなと思いますけど、スイーツが1位っていうそれぞれの思いが詰まった最終予選。今回の大会の目的は美味しい広島を作る。そこには食材へのこだわりとストーリーが必要なんです。料理人はプレゼンで熱い思いをぶつけます。妻の実家でお母さんが作ってるお野菜など、あとお父さんが作ってる、僕もちょっとそれ手伝ってるんですけれども、お米を作ったり、お米を使ったリゾットなどもお出ししております。なのでコースで旅してもらえるようにちょっと意識しながら作っております。チランさんのプレゼンが近づいています。プレゼン頑張って。プレゼンが始まりました。東京から来た人間からすると、牡蠣とレモン以外知らなかったわけですよ、広島に来るまで。でもそれ以外もこんなにあるじゃんって思ったから、自分がそれをやっぱりもっと外にも伝えたいですし、広島といえば牡蠣レモンといったところではあると思いますが、あえてそこではない広島食材に、フォーカスして、料理を仕立てました。チランさんとは対照的に広島を代表する食材を選んだ池田さん、それだけに苦労がありました。2つの食材だけなんで、いろいろ調理法を駆使しながら食べていくのって、本当にレモンとタイがおそらく調和していい感じの揚げ物になってると思います。今日はタイとレモン以外は何も使ってません。タイの方はですね、これ一度昆布締めにしております。うまみをしっかり一日出して、それから幽庵時に、レモン果汁をしっかりと効かせ、レモン幽庵というのに漬け込みます。12人の料理人たちが全力を尽くした最終審査が終わりました。どうでした？本当一安心です、はい、うまくプレゼンできました。そうですね、まあ80% ぐらいでそこが言えましたね。いや、もうほっとしました、はい、もうだいぶほっとしました。
言いたいことは言えたと思うので、はい、伝わったらいいなと思います。ありがとうございます。もう全力を尽くしたんで、あとは結果を待つだけです。1週間後に行われた表彰式、各部門のグランプリが決まりました。チランさん、どうぞいらっしゃってください。1001円から3000円以内の部門でグランプリに選ばれたのは、広島サーモンを使ったドグエンチランさんです。ゴールドアワードを受賞されました池田様、お待たせいたしました。5000円以上の部門でグランプリに選ばれたのは、広島を代表するタイとレモンを使った池田正則さんです。広島多弁祭店グランプリに参加した料理人は82人。彼らのチャレンジが広島の可能性を広げていきました。もうね、素晴らしい料理を作ることができるシェフの皆さんが、まあ、今日受賞された方だけでなくてたくさんいらっしゃるということを、やっぱりもっともっと広めていかなければいけないなというふうに思います。グランプリを受賞した一人、ドグエンチランさん。廿日市市のお店は対面式のオープンキッチンに、お客はカウンターに座る居心地のいい空間です。生産者さんの何ですかね、代弁者じゃないですけど、作ってくださったものの価値をちゃんと伝えられる仕事をしていけたらいいなと思います。今年創業72年目を迎える大竹市の老舗料理店魚池、5000円以上の部門でグランプリを受賞したのは3代目の池田正則さんです。ちょっとね、ほっこりするような時間だったかなと思います。やっぱりやってる時は楽しいですか。そうですね、まあ、楽しくないといい料理はできないなというのはちょっと思いましたね。広島の美味しいを作る料理人と生産者の挑戦、広島の魅力を全国に伝える彼らのチャレンジが、広島の美味しいの可能性を広げていきました。